国指定史跡亀ヶ森古墳です。会津坂下町ですね。亀ヶ森古墳は墳丘の全長が約127メートル、長いね。東北第二の規模を誇る前方後円墳です。後円部は三段築城築成で吹石が見られます。出土した埴輪から4世紀後半の築造と考えられています。鎮守森古墳は墳丘の全長が55メートルの前方後方墳です。もう墳丘とほぼ相似形の周溝があるのが確認されました。出土した20公円壺から4世紀古墳の築造と考えられています。町では古墳の恒久的保存と郷土学習の場としての史跡公園整備を目指して史跡の公有化事業を進めていますって書いてるから、おお、大体西の方向いてるね、前方が。ああ、どっちも西の方向いてるんだけど、さあ西の方には山があるでしょうか。でここは何だっけ、あと これで会津って読ますんだ。あ、違う、会津観音33でナンバー32青津観音堂だって。観音様がありました。これがですね、古墳の脇から見たところです。それで向こうに見えるのが前方後方墳です。でどっちも同時期に作られたみたいなんですけど、前方後円墳と後方墳が同じ時期に作られたというのは本当なのでしょうか。ただ土器が同じ頃の土器を埋めたということだけなのでしょうか。まあ、土器による年代測定というのは古墳をいつ作ったかということとはイコールではない可能性もあるので、まあ、何とも言えないですけど、いや立派だね、ここの観音様も。古墳の上にまた円墳が立ってます。所在地会津坂下町大和沢青津あざ男団とかいうの、立て残し田中、亀ヶ森古墳とそれから鎮守森古墳です。ほんで平成4年の試掘調査によって断築吹石埴輪などが認められ4世紀末の年代が考えられるって書いてあるね。えらいね、書き方が考えられるってね、断定はしないんだよね、しちゃいけないんだよ、昔と違ってね。昔は適当だからさ、昔例えば4世紀末だって言われてたのがさ、今だったら3世紀末になってたりさ、いろいろするからね。ただ教科書で読んでるだけだとね、間違っちゃってね、記憶してるだけだと間違っちゃうんだよね。新しい科学技術が出てくるとどん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 変わっちゃってね。でこっちの鎮守森古墳の方は未発掘のため明らかつまびらかではないって、亀ヶ森古墳よりも若干下がるもの下るもの、新しいのね、本当かよ。だって前方後方墳のは古いと思うんだけどな、普通な。どうでしょうか。一般的な話だとどうでしょう。いろいろあるんだね。平成元年古墳の西の小段と呼ぶんだ、小段遺跡、中西遺跡、宮東かな、遺跡が発掘調査され、小段宮東遺跡からは前方後円形、前方後方形、方形、円形などの周溝棒を発見。どういうこと？
これ前方後円墳があって、また他に前方後方墳もあって、後墳もあって円墳もあったっていうことだよね、うん、の修行墓を発見。中西遺跡からは当時の集落などが出土した。これらの遺跡から出土した土器は非常に北陸色の強いものなんだ、うん、おお面白いね、うん、そこにはほら指導将軍の話がねあって、北陸から来た大尾ことだっけか、東海道から来た大和武尊じゃなくて誰だっけ、豊吉彦があれがあったので合図だということになってる。その北陸系の人の移民がちょうどこの会津盆地であったということなんでしょうか。ここであったから会津、そうそうそう、そういうふうに言われてる、うん、そう、東と西から来た人があったから会津っていう話になってるんで、でこっちはこっちで、こっちは神社になってんだね。こっち神社何よ、何神社や、東向きになってんね、こっちは。おお、多分この神社のこの彫刻は太陽を表してんじゃないでしょうか。だからおそらく東向きになってるんだと思いますが、どうなんでしょうか。あ、書いてあった。稲荷神社って書いてあるの。稲荷神社でした。お稲荷さんです。お稲荷さん、お稲荷さん、あれちょっと待って、お稲荷さんのね本殿あるかな、本殿見てこよう。本殿あるけど大屋に隠れて見えません。カラスがあそこで子育てしてんね、あれ、キャー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 って。あそこの真ん中辺のギャーギャー言ってた、うん、神社もあり、お寺もあり、古墳もありで、すごい場所だね。こっちが今全公園側にいるんですけど、前方側はこれ完全粘土を固めたって感じのだね。こっちか、あ、こっちだ。山相当削ってますね、削っちゃいましたね。さっきの稲荷神社の裏側をぐるっと回りまして、おそらくこっちが前方じゃなくて前方側かな、ちょっと分かりづらいね。あとで地図で確認しましょう。こちらの方には何が見えるかというと、ちょっと何も見えません。バンダイさんが多分こっちの方がバンダイさんなんで、うん、飯豊連峰の方見てるんでしょうか、分かりませんが、もうちょっと見晴らしのいいとこに行って確認します。観音様のこの、うん、ご杯のところ完全波だね、うん、会津盆地のど真ん中で波だね。ここは猪苗代湖がここまで来てたんでしょうか。何この護衛家の謎って。特にあまり興味がないので読みません。はい、召喚のなんだ、聖観世音堂。おお、立派だねこのドラム。まあとりあえずここもこう海の痕跡があったということで、ね、せっかくだから後ろも回ってみる。 あそこの
鼻んとこも波だよ。すごい。これだけ波の彫刻つけててさ、水に関係ないとは言えないでしょ。よもや普通。後ろはそれほどないけど、三元作りになってるんだ。こっちはだいたい南北に作ってあるのかな。こう見るとああそうだね、きっと磐梯山からもずれてるし、多分南北に作ったんでしょう。後で確認します。